はい、吉田さんそうですねまあ常識っていうのは、うんガラクタの集まりとも言えますけどもまあ10歳でも15歳でも常識は持ってるから18歳までと言わずまあいつでもいいのかなと思いますがまあ、多数派のことなんでしょうね常識って言えばね。私は吉谷さんみたいな生き方っていうのはやっぱりインターネットの時代が奇跡のように来たからこそありえるのかなっていうところもありますしね。うんやっぱね そういうういとこでしょうね、うん、まあわざわざ異端児になろうと思ったわけじゃないですけどもただ多数派には馴染めなかったっていうね弱みはありますね確かにね。い、うん、ってらっしゃい。